宇宙世紀00791月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。ダベデ旧陸戦艇、戻されたように。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。この先曲がり角になってるわ、警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。今はあなたよ、小隊長。ロックオン。敵。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。特殊格闘。やってみろ。特殊格闘。ザ。ザ。ザク撃破。すごい、小隊長。まだ来る。小隊長、打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。そんな。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。テリア。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長、チャンスよ。
まって、小隊長。くそ、てっ、やるな、それに乗るな。だ、落ちる。テリア、やってやる。敵モビルスーツの全滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。あ、情報の崖に敵機。狙え、ロックオン。狙え。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。まだなのか。肝心な時に。くそ、まだか。肝心な時にまだなのか。増援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長、援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。直撃させる。当たれ。直撃させる。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿が。まるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで待たせないと。あれ、遊軍機の反応がない。まさか全滅。みんな、リペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、狙撃しろ。ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら独立構成機械化技術支援小隊ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサンは連邦軍、私たちしか存在していない。チェック。発見、イレギュラーブレイク。 SAC ジェネレーションシステムスタンバイガン。こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。
ホワイトベース隊ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？ヤツのことはいい、船の直輪に回れ。了解、任せてください。今のブライトノア中に私たちホワイトベース隊なの？テリア、テリア、ザ、おっと、今度はシオン軍の通信要望時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラール隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ、何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。問題ない、直撃させる。当たれ。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか、邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。頑張らぬ隊員がいること自体で。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。俺たち、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ミノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな、俺にはわかんないよ。私もよ。でも確実なのは、今の状況は間違ってるってこと。腹はくれたね、ミノ姉さん。バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。小隊長ファイト、頑張って。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。キュッ。行け、当たれ。ぜい、これで決める。惜しいな、直撃させる。惜しいな。フェリア、落ちろ。いけ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊員やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。
ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは？小隊長、彼らの姿を見た？そうよね。とにかく、あっ、ケザ、おつ、ジオンとの未来。あ、いつい、え、なんか、さっそ、これ、まあ、こうだ。ハロ、さくら、これは冗談。シミュレーション、まるで、さ、腕利き、選ば。コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど、事実の真相。色ね、そっしパルバトス、そう。でも、おう、データ、でも、なんと、まっざ、しょ、M、ちょっと、これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね？それだけとはか、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。